念願の一番イルカと泳ぎたがっていた少年です。お父さん上手。大好き、優しいな。あやめお茶まで、あやめお茶まで。お魚の食べ方はどんな食べ方ですか？飲み込んじゃう。お口の中の歯の本数何本だか覚えてる？覚えてない。覚えてない。じゃあ次はちょっと背中を触ってみます。みんな手伸ばして背中で。デビルも触っても大丈夫。ちょっとここにね、お腹ぺったーしたら触りやすい。ここもお腹ぺったーで、足もね、奥に背びれも触ってごらん。背びれにも骨あった。なかと思った。出て触ってみてください。かわいい。目の横にはお耳の穴があります。自分で触れる。お母さんも触ってもいいけど、どんな感じ？昆布みたい。昆布みたい。おとなしくて偉いね。見て。体重が100キロ。お利口やな。昆布のんがお利口。昆布のんが可愛い。でもこのイルカちゃんも可愛い。かわいいな。お父さんモテたらダイヤちゃんモテた。お父さんと同じぐらい体重あるって。わー、みんなよしよししてるよ。お腹は柔らかいね。柔らかい。すごい、かわいい。これおいしそう。ここがおいしそう。女の子の線は三本線ね。ちっちゃな線が奥。かわいい。ハチがやった。家で前に力を入れてね。あー、賢い。ここに穴が開いてます。あそこを使って歌を歌います。じゃあジャンプの合図出します。いくよ、はい、せーの、右手前、お腹上、お水かかるから逃げて。大丈夫、下がってもいいよ。ずっと手上げとくね。ずっと手上げとくね。そのくらいやってきた。うわー、言うこと聞いてくれた。もう一回くんねて、もう一回くんねて。すごい。最後、3回目。かわいい、お利口やな。精密トレーナーできたよ、コウハチも。はい、じゃあ行くぞ、お魚あげます。コウミちゃん全部やっていい、お母さんのポイしてみ。わー、上手。はい、もう一回やってみて。コミちゃんお母さんの待ってるわ。食べ方はどんな風に食べたか。どうやって食べてた？パクってしてた。ごっくんしちゃいます。ごっくんしたね。でも口の中にはいっぱい歯が生えてます。本当だね。この歯を使ってお魚を。怖くないよ。よしよし。ママ見てあげて。はい。あー、よし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 。顔はツルツル。触ったおでこ。かわいい子やな。背びれも触ってどうぞ。いたー、触れたー。水飛んできた。いくよー、はい、せーの、右手前、お腹上、そのままね。コウミちゃんそのまま、コウミちゃんそのままね。前見ててね。コウミちゃんそのままね。うわー、上手。もう一回いきます。そのまま上げててね。うわー、コウミちゃん飛んだ。ダイヤちゃん、ありがとう。わあ、3回も飛んでくれた。大成功。濡れた。楽しいね。ダイヤちゃん、どうでしたか？コウメとダイヤちゃん、2人とも可愛かったね。どっちが可愛い？あ、で、コウメちゃん、ダイヤちゃん。え、もうこれ、どんな？こっち考え。サムネ。
かわいい。かわいい。あのさ、うん、乾燥、肌が乾燥すんねんで。うん、そんな海の音になる。割れたり。人間と一緒。セイハチがイルカと泳ぎます。もう行けと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 。すごいすごい。ハチハチ手を振る余裕あるか。おおすごいすごいよ。イエーイイエーイピー、わーすごいすごい、かわいい。イルカもハチもイルカに乗った少年だ。ハチどうやった？楽しいけど寒い。重たいよ。海水、海の中だから大丈夫かな。行きました。鈴木誠さん、うん、ゆっくり行ってくれた。あたーさん、大きな手を振ってください。でっかい手を振ってください。大きな手をお願いします。よいしょー。イエーイ、余裕でーす。お利口さんでーす。念願の一番イルカと泳ぎたがっていた少年です。清吉くん、行ってらっしゃい。行きました。かわいいかわいい。私の清吉。いや清吉、あ、余裕余裕余裕。いや、いいですね、余裕。ハジ、何が一番楽しかった？ヒレを持って、ヒレを持ってイルカがビューンって普通にやってくれんねん、一瞬。最後、お姉さんに連れてきた。ねえねえ、ハジ怖かったん最初、イルカ。なんかいまいちちょっと離れとったから、ちょっと怖かった。めっちゃ怖かった。やっぱでちゃあんな近くにしたら結構でかいやん。そうそうそう。正吉は？お前そうよ、お母さんやったらギャーって逃げんで。お母さんそうそう海に入る。お父さんなんかさ、しょっちゅう海水浴じゃないですよとかって言われてなかった？めっちゃプカプカ気持ちよく浮いてるから。うんち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 してきた。興奮しちゃった。かわいい子。